こんにちは、佐々木です。本日は、メルカリ。値引き交渉された時、買われたか買わないか、失敗者に即購入される成功方法とは、というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この動画では、YouTube からよく質問が来るんですが、値引き交渉された時の対処方法ですね。ぜひ、えー、解説させていただきます。 値引っ交渉されたときに、まあ、どうしたら良い,い、よいかって話なんですね。で、まあ、例えば購入希望者の方が、ね、値下げをしてくださいって言ってくる場合あるんですけど、そのときに、まあ、100円から300円のね、小額の値下げでも大丈夫と思うんですね。まあ、そうすることによって人の感情が動く、動きます。なので、即ね、えー、商品を売りたい場合は、人の感情を動かす交渉力を身につければ、商品売れますので、ぜひね、 ま、額値下げでも良いので、やっていただけばいいかと思います。ぜひ試してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。それと、0円転売コミュニティ始まりました。LINE 登録後、0円転売コミュニティに参加していく、参加したいと、メッセージをください。よろしくお願いします。ニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。 YouTube からの質問は一切受け付けてないので、質問がある際には LINE 登録ね、ごよろしくお願いします。本日は、最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。